なんか手に汗握りました。緊張してきた、うん、ヒント聞いていいんです。ヒントダメですよ。ダメ。じゃあレッツボン。やっぱ感覚でやってんで俺も天才の意見ですね。現実のバスケでそれ言いたいんですけどね。どんどん質問します。これ押すんですよね、はい、3秒ですね今。あ、そう厳しい。うわすごい、まんまじゃんこれ。ええスカイフさん、見てるやつほど楽しめる。さあゲームを始めよう。第2回真の NBA ファンなら全問正解、クイズに答えて伝説のプレーをやってみた。さあ今回もですね、様々な切り口で NBA 公認の世界的バスケットボールゲーム NBA2K22 を遊び倒そうというこのシリーズ企画でございます。さあ今回はですね、 NBA をこよなく愛する3人の豪華ゲストにご登場いただきます。ご紹介いたしましょう。まずは B リーグでご活躍中の沢渡亮選手と。よろしくお願いします。イエス、沢渡亮選手です。そして NBA 愛が止まらないといってね、今の女性タレント代表の渡辺沙織さんです。よろしくお願いします。そして NBA2K シリーズのもうプロフェッショナル YouTuber といえばこの方でございます、ジュンジュンさんです。よろしくお願いします。じゃあまずは田渡選手、ね、B リーガーとしてご活躍中ですけども、はい、ちなみに NBA2K シリーズの方って実際普段やります？週3ぐらいはやってます。選手代表として頑張りたいと思います。現役プロ選手です、田渡選手。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、ね、今やドラマ、映画、舞台と幅広く活躍する、ね、渡辺沙織さんですけども、近年ではもう NBA 大好きみたいな感じで。ジャモラントが好きなんですけど。ジャモラント、渡辺沙織と書いてジャモラント読ませたいっていう気持ちは、はい、あります。実際 NBA2K シリーズってどうですか？あの前シーズンとかやらせてもらって。あ、本当に？はい、ららマイプレイヤーとかもすごい細かく作れるじゃないですか、うんうん、あれハマっても作るのにまず2時間かかってからスタートしてとか。じゃあ今日もちょっとジャモラント愛含めて様々語っていただきますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、ね、NBA2K のもう専門家と言ってもいい。専門家じゃないですか？専門家って言っちゃダメなのかな？専門家じゃないですか、はい、ただ好きなだけです。好きなだけ、ただ好きなだけです、ね、もう人気 YouTuber のジュンジュンさんですけども、はいはい、今日はなんかね、あのプレーの操作とかも含めて先生役でちょっといろいろこうお二人にね教えてほしいみたいな。なんかおこがましいんですけど大丈夫ですかね？お願いします。そんな教えるほどそこまで上手くないんで。いやただ好きなだけなんで。今日はそんなジュンジュンさんを先生に招いてですね、はい、まあ田渡選手、渡辺さんにこういろいろプレーを試してもらいながら楽しみ方をみんなにこう伝えていこうという企画になっております。まずは皆さんにクイズにチャレンジしていただきたいんですよ。 NBA 愛があふれるお三方が今日は登場しているということなので、まあ僕ら大方全問正解だろうとこう思っているんですけれども。まあそうですね。いやー、私このシーズンとか最近は見てますけど、うん、レジェンドとか勉強中なので、うんうん、今日どうにか頑張って絞り出したいと思います。かれこれ25年間バスケをやってきて、そして5年間留学もしてきて、うん、ここで勝てなかったらお前何をするんだ。確かに、はい、ちょっと頑張りたいなと思って。ちょっと今見えないプレッシャーかかってるね。ちょっと頑張りたいなと思います。今回なんと1位に輝いたゲストの方にはNBA2K22 のゲームソフトパッケージに八村塁選手の直筆サイン入り予定でございます。なるほど。それではまずクイズ本番に入る前にちょっと例題みたいな形を用意したんで、はい、1問例題をやってみたいと思います。はい、NBA2K はですね、まあ、選手のプレーの特徴をこう忠実に捉えて、ね、高い再現力っていうのをこう誇ってて、これがまあやっぱり楽しみポイントの一つではあるんですけども、今回そのゲーム内映像を使ってクイズの方を出題させていただきます。例題でございます。まずはこちらの出題映像から参りましょう。どうぞ。緊張してきた。まあ、さあこちら NBA2K22 で日本版のパッケージを飾ったこちらの選手は誰でしょう。お名前を書いてください。どうぞと、まあ、こちら例題なんでね、渡辺さん、田渡選手、あ、ジュンジュンさんも揃えました。それでは一斉にフリップを上げていただきましょう。お願いします。ドンドン、はい、ブラックサムライ、はい、と AK できましたね。で渡辺さんが、はい、八村塁選手、そして順序さん八村くんと。それではですね、こちらの、正解の映像がございますので正解映像をご覧いただきましょう。どうぞ。
当たった。はい、こちらでございます。顔のモザイクが取れて、まあもうここは間違いないですね。橋村瑠衣選手です。こう右と左がまんまじゃん。これ右が実際のゲーム映像です。寝起きで見たら分かんないですよ、これ。はい、左側が通勤映像です。すごい、今の比較良かったですね、はい、すごい、かなり再現度高くやっぱ出てるな。というわけで正解、八村塁選手でございました。日本人選手として、まあね、史上初のドラフト1巡目指名を受けてワシントンウィザーズに入団と、 NBA2K20 からアンバサダーを務めていただいて、 NBA2K22 では日本人で初めて日本版、パッケージの表紙を飾ったカバーアスリートでございますと。ここで NBA の、75周年エディションの表紙を飾ったですね、カバーアスリートであるケビン・デュラント選手を皆さんに実際使ってもらって、ダンクシュート、プレーの中のダンクシュートっていうのを一個一個ちょっとやっていただきたいなと思ってですね、はい、ちょっとダンクシュートとはこういうものだ、はい、先生、ジュンジュンさんに見せていただきましょう。仲間も来てドーン、ボーサンドリバースダンクと。はい、このダンクの操作って簡単ですか？あ、いや簡単です、ね、全然簡単にできる。めちゃめちゃ簡単ですね。あ、はい、いいですね。じゃあこれを実際に渡辺さんと田渡さんにもちょっとワンダンクずつやってもらって、はい、で次の出題に行ってみようっていう感じで行ってみましょう。一発でできると思います。じゃあ渡辺さんに早速ダンクシュート。はい、はい、R2 を押したまま、はい、押したまま前に進んで、前に進んで、もう四角押すだけです。四角押すだけ。イエーイ、気持ちいい。綺麗なワンハンドダンク。人生初ダンクですか？人生、はい、ゲーム内。すごい。あ、ゲーム内初ダンク。なんか練習はするんですけど、うん、試合になるとやっぱディフェンスいっぱいいて、ボール下までいけないんですよ。なるほどね、なるほどね。嬉しい。あ、いいじゃん。ずっとやってたいです。ありがとうございます。じゃあ続きまして田渡選手ですね。これちょっと先に質問してもいいですか？あ、はい、質問どうぞ。これたまにダンクしたいのにレイアップするやついるじゃないですか。はい、ああ、はいはい。多分能力。能力の差。あとなんか、まあ、バッチとかがあるんで、選手の遠すぎると結構レイアップになっちゃうとかあるかもしれない。あ、なるほど、はい、あと、まあ、多分 R2 を押してれば多分ダンクになると思うんですけどね。 あとまあ勢いとかスピードがあったりとか、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ早速行ってみましょうか。田渡選手でございます、はい、ダンクシュートにチャレンジと。いきます。ケビン・デュラント使っていただきましょう。いきます。お、いいですよ。おえーい、まあ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 、まあまあまあ、じゃあこっからですね、いよいよクイズの方の本番に入っていきたいと思います。成功が一番高かった方に賞品を用意しているというね、今回獲得ポイントがかかっております。すごいポンプフェイクしてる。あ、すごい、待って、待って、もう3秒よろしいでしょうか、田渡選手ね。ちょっと軸足が動いてる。めちゃめちゃ今ふざけてやってたんですけどリアル今いや確かに KD めっちゃこうやってやるんですよ、うん、これ KD のやつですよね。フェイクの感じがね、肘の回し方とかね。さあ、それでは本番でございます。まずは第1問目です。こちらの出題映像をご覧いただきましょう。どうぞ。さあ、注目してください。こちらの特徴的なフェーダーウェイシュートで知られる選手の名前は何でしょうか？どうぞフリップでお答えください。ヒントだ。ヒント聞いていいんです？ヒントダメですよ。ダメ？ダメですよ俺だって欲しいんですから。え、皆さん揃いました。それでは一斉にフリップ出していただきましょう。お願いします。じゃあ、レッドン。はい、田渡選手ユニコーンポルジンギス、渡辺さんがダークノビツキー、そしてジュンジュンさんもノビツキー。え、いや、さあ、周りの選手、周りの選手を見てください。周りの選手をやった。さあ、答えが割れました。それでは答えの映像をご覧いただきましょう。どうぞ。うわ、よし。ほら、こちらナッシュがいるもん。全然見てなかった。はい、ドイツ出身 NBA ダラスマーベリックス一筋で20年にわたり活躍したダークノビツキー選手でございました。当たった。おお、すごいね。映像にもある片足のフェーダーウェイシュートで知られる名選手でございます。ノビツキ選手も NBA2K22 の、 あの75周年記念エディションの表紙を飾ったカバーアスリートの一人となっております。 というわけで渡辺さんとジュンジュンさん正解です。さあ、これはちょっと聞かずにはいられない田渡選手幸先悪。ちゃんとユニコーンとか入れてたんですけどねニックネームまで入れちゃって。そうそうそう、はい、そう。ちなみにちょっと教えてくださいね、プロバスケ選手としてフェーダーウェイシュートってこうバスケの中でこうどう有効なシュートはちょっと紹介してほしいんですよね。特にまあ僕みたいな、僕ポイントガードで小さいんですけど、うんうん、相手とのスペースを普通にこうやってシュートを打つと
こにブロックされちゃうのをやっぱ下がりながら自分でスペースを空けてこう打つことでブロックされず自分の間合いでシュートが打てるっていう利点があって、ダーク・ノビツキー選手あのでかいのにやると誰も届かないから、もうだってね、セブンフッターぐらいありますよね、ダーク・ノビツキー選手なので、その相手との距離を取ってシュートを打つっていうすごい重要な技です。はい、じゃあここからですね、実際ゲームの方で今度はノビツキー選手を使ってあの片足フェーダーウェイっていうのをちょっとそれぞれにプレイしていただこうかなと思っております。はい、それではまずは順々先生ですね。はい、操作方法的に言うとこれってこれは L2 を押しながら、これ L2 でこう背負うんですよ。はいはいはい、で背負ってそのまま左スティックを外側に倒しながらシュートです。シュート打つのは四角です。四角で R2 は押さなくていいですね。私右スティック派なんですけど、はい、右スティックで。右スティック派ですか。あ、いけるか。あ、四角でいけるのか。はい、長押しするといくんですけど。あ、そうですね、これで下がるってことですね。はい、そうそうです、左で下がってフェーダーウェイして、こう、はやこうですね。あ、最高。はい、よし。え、片足を出すのも操作してるんですか。あ、そうですね、片足はまあ普通に左スティックはゴールと反対方向にこう、あ、倒しちゃった。まあ、ターンもするんですけど、はい、デートみたいになっちゃうなんか俺ら喋れなくなっちゃってね、もうね、めちゃめちゃ楽しいっすね入れなくなっちゃったみたいな。じゃあどうぞ。これね、はい、あるあるですね。あるある、操作方法を女の子に教えるっていう。あ、そうなんですか。それで仲良くなる。ある、結構パーティーとかで 2K やってて、うん、女の子来て、うん、どうやってやんのって勝負して、まあ、ボコボコに勝つんですけど、うん、操作方法を教えるんですよ。はいはい、なるほど。こんな感じでした。あ、こんな感じ。たまんないっす。それを思い出して今黙ってたの。そう、そんな話しちゃっていいの全然じゃあ早速渡辺さんにもトライしていただきましょうか。はい、はい、まずショイーの、はい、ショイーの L2 ポストアップので、ドリブル左スティックで、ドリブル C の、そうちょっとボールの方に行きながら、行きながらので打つときに左スティックを後ろに倒す。はい、あ、そうです。いや、多いじゃないですか。 あとはタイミング合わせるだけですね。もうそれです。いきますよ、はい、ちの、おフェイク、フェイクです。おお、前に飛んでく。めちゃめちゃうまいプレーですよ、あれ。ノビツキーもこういうことをするんですよ。するするする、確かに。これの集中。はい、お、いい、綺麗。すごい良かったじゃないですか、片足も上がって楽しい楽しいでもこれはいいですね、なんか物にしたら気持ちいいじゃないですか、うん、やっぱ練習しがいあるんですよね。例えば選手によ、このゲームの選手によってもやっぱ、まあ、実際もそうですけど、うん、今のシュートが入りやすい入りにくいあるんで、あ、確かに、多分伸びつきを、多分そのメーターが多分マックスですね、絶対。じゃあ田渡選手、はい、はい、さっき恥ずかしい思いしたんですそのさあ挽回したいところです。さあ田渡選手、おお、すごい、やっぱすごい、マクロはこんな感じでパーティー、パーティーでやってたかいが、ね、パーティーでやってたかいがちょっとパーティーの文脈はあまり拾わないであげてくださいねそれでは続いての問題参りましょう。こちらの出題映像をご覧ください。どうぞ。集中しよう。レジェンドプレイヤーが得意としていたこのシュートは何と呼ばれているでしょうか。お答えください。どうぞと。しかもあのシュートの名前というなかなかマニアックな問題でございました。それではお三方よろしいでしょうか、はい、一斉にフリップを出していただきましょう。お願いします。せーの、よいしょ。はい、田渡選手スカイフック、渡辺さんスカイフック、順次さんスカイフックとなってます。それでは正解映像をご覧いただきましょう。でもこれ本当にレブロンいるんで、ベンチに。あ、ずっとこっち見たいはい、このプレーですね。はい、カリム・アブドゥル・ジャバーのスカイフックでございました。アメリカ出身、1970年代、80年代、20年にわたって第一線でプレーした伝説のセンタープレーヤー、ね、カリーム・アブドゥル・ジャバーでございます。218センチの身長からこの高い位置でのフックショットを打つので、まあ、ブロック不可能と言われていた、まあ、伝説のショットですね。こちらのジャバー選手も先ほどのケビン・デュラント選手、ね、ノビツキー選手と同様にあの NBA2K のカバーアスリートとして75周年記念エディションにも登場したレジェンドでございます。と、全員正解でございます。おめでとうございます。
渡辺さんすごい、ジャバー知ってんの、今ちょっとクラッチタイム入ってます。あら、今私覚醒してる、してます。いや、あの名前だったらちょっと怪しかったんですけど、この技だったらちょっと聞いたことがあったので、はい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 、これかなとかけたらよかったです。え、聞いていいですか。あ、どうぞ。元バスケ部ですか。一応、はい。なるほど。俺もう本当にバスケ何もやってなくてスカイフック分かる人いたらマジすごいと思う。もうこれはもう一発で分かりました。これはさすがに分かりましたね。練習もしますし。あ、はい、スカイフック、うん、します、します。あ、はい、やっぱがちっちゃくてもペイントの中に入っていくとこういうシュート大事なんで。確かに。でもやっぱりシュートこうやって打つより横から打つと安定もなくなるんで難しいですね、うん、それを高確率で決める選手なので、うんうんうん、やっぱり、まあ、レジェンド。なるほど。ゆえんの、はい。ではここからはそんな、ジャバー選手が得意技としていた、スカイフックをですね皆さんに、チャレンジしていただきましょう。とできるかな、ね、なかなか普段使う機会ないジャバーですかね。スカイフックできるか。あ、これでしょ。左手、しかも左のスカイフック。左手すげえ。え、これ絶対むずい。操作難しそうです。え、でもこれ簡単だと思うんですけどね。あ、簡単ですか。あの 場所がちょっと難しいですね。やる、あのもうこれさっきみたいにあの L2 を押したまま、左スティックと右スティックをこうなんて言うんだろうな、今選手の後ろに倒すというか、今こうだからこっちだと前か、どっちも前。ちょっと待って、これなんて説明すればいいんだろう。こういう時はあの 2KU 見た方がいいんですよ。あ、これでもこう見れないんだ。あ、あったあった、ここで見れるんで。あ、はいはいはい、素晴らしい。なるほど。じゃあ分かなくなったらここ見て思い出しながらやればいいんですね。やっぱ感覚でやってんで俺も。そうか。ちょっと技のなんかちょっと難しいですねこれ、説明が。天才の意見ですね。感覚の世界。感覚の世界ですね。現実のバスケでそれ言いたいんですけどね。あ、ほら、はいはいはい、おー、かっこいい。もう満足しました。あ、満足。教えてください。そっか。あ、すいません。ゴールの方にとりあえず倒せば多分いけます。スティック回さずにゴールに右だけ倒す。はい、すね、じゃあ L2 と右スティックだけで、OK。そうですね。ちょっとあの遠すぎるとできないんで、分かりました。多分近めの方がいいですね。おー、はいはいはい。これはさっきより難しそうですね。ちょっとね。うん。L2 を押して。で、L2 はずっと押しっぱなしで大丈夫です。はい。R のスティックをゴールに向けると。はい、あ、そうです。あ、これだ。おー。ジャバーになれました。ジャバーになっちゃった、はい、でも見た目すごい難しそうに見えるじゃないですか、うんうん、操作パッとできますね。操作自体は操作すごいしやすいです。いいですね。いけ、もうちょ、おお、完璧。おお、すごいすごいすごい。もうマスターですねこれは、はい、さあ田辺里央選手、はい、はいはい、 L2 で背負って、あ、すごい、そんなドリブルできるんだ。これを押す、これを押すんですよね、はい、3秒ですね今。あ、厳しい厳しい。これ順々先生、はい、いきなり厳しい。これを押しながら、はい、どうやってこっちを押すんですか。あ、いや、押さなくていいですよ。スティックで打てるんで。右スティックで打てるんですよね。あ、そうです。ああ、これずっと外にやってた。あ、そうですね、前ですね。そうですね、はい、すごい、やっぱ感覚で分かるのがすごいですよね、うん、あ、すごい、もうすぐ右も左も。そしてクイズの方が、実は次がもうラストのクイズ、はい、はい、3問目、ここで終わりでもいいですよ。うん、ここで終わりにして、ここで終わってもいい、私リードしてる気がするみたいな。ダメ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 。それではこちらの映像をご覧いただきましょう、どうぞ。現役来てくれ。めちゃめちゃ難しいのこれ。こちらは誰の何と呼ばれる得意技でしょうか。え、普通にお答えいただきましょうか。はい、今のプレー誰の何ていう技ですっていうのをお答えいただきたいです。はい、それでは皆さん書けたようです。お答えいただきましょう、お願いします。リュウです。じゃじゃん。はい、皆さん、はい、ルカ・ドンチッチ選手、ステップバック3、ステップバックシュートとなってます。それでは正解映像をご覧いただきましょう。77番だ。はい、こちらのプレーですね。77番、ホワイトブルーのユニフォームといえば、もう話題のあの選手でございます。はい、ルカ・ドンチッチ選手のステップバックシュートでございました。と、ね、
ね、もうドンチッチといえばもうそのバスケ選手とテクニックでもう若干22歳にして MVP 候補に上がるというもうとんでもない大活躍で、まあ、スロベニア代表としてもこの夏 あのスポーツの祭典を大いに盛り上げていたという、まあ、NBA を代表する神童でございます。ダラスマーベリックス所属ということで全員正解でございます。おめでとうございます。でちなみにこうステップバックシュートってねもうここ近年の、まあ、NBA 筆頭にバスケの中ではかなりポピュラーになってきた技ですけど、さあそんなまあトレンドのプレーと言ってもいいステップバックシュートルカドンチッチ選手を使ってまた皆さんにチャレンジしていただきたいと思います。これは得意です。あ、これは得意。はい、じゃあ一回普通にお願いします。ルカっぽい。おー、はいはいはい、ぽいですよね。非常にスムースですね。マジ 2K すごい、ね、この足の閉じ具合とかもすごいですよね。おー、うまい。おお、まあ、これはスリーポイントら辺にいて、はい、まあ、適当にドリブルしてただ普通に左スティックを後ろに下げながら打つだけですね、うんうん、あ、待って、先に下げた方がいいのか。でも下げっぱなしですね、ずっとここら辺で。 L2 は押さないです、今度は。 L2 を押さないでもうこれずっと下げっぱなしですね。こういうちょっと左のステップバックとか右のステップバックも左スティックの角度によって変えられるんで、左足か右足かってことですか。これは右で、それは左スティックをなんかすごい先生っぽいっすね。先生っぽい、先生っぽいっすってだけですね。これ多分一番簡単ですね。へー、はい、ちょっとやってみようか。あ、すごい、急に先生マインド。よろしくお願いします。すいません。これでドリブルしてて、ドリブルしての下がって、あ、ちょっとずるし、ずっと押しっぱなしの方がいいですね。悔しいぞ、できないと。まだちょっとあれです、ね、もうちょいか。すげえ早く話しても大丈夫かもしれないです。そんなに早く行ってますよ、はいはい、じゃあいけ、はい、あ、いい、あ、いいんじゃないですか。見事ドンピシャ。なんか手に汗握りました。手に汗握る。じゃあ田渡選手いってみましょうか。はい。おお、こ、あ、もう、おー、出た。これなんかあれだな、ポンプフェイクのあたりのこうリアルさとかもやばいですね。できた、よし、おいしょというわけでですね、はい、まあ、ルカドンチッチ選手ステップバックシュートね、体験していただきましたと。さあここまでがですね、皆さんにチャレンジいただくまず前半戦のチャレンジクイズパートでございました。田渡選手2ポイントゲット、そして渡辺さん、じゅんじゅんさんは全問正解で3ポイントゲットしてます。というわけで今回の、前半戦が終了というわけですけども、まあ、じゅんじゅんさん、渡辺さん全問正解でここまではまあ余裕な感じでした。まあ当たり前ですね。当たったから当たり前だった。渡辺さんすごい、見事全問正解。まさか当たると思わなかったので嬉しいです。うん、嬉しい。この気持ちのままちょっと次進みたいです。さあ一方、まさかの一歩遅れを取った田渡選手でございますけども。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。そうなんですよ。まさか、正直渡辺さんがスカイフック知ってると思わない、はい、そこはすごい。なるほど。まあ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 、こっからね、ゲームパートに入ってってまだ挽回のチャンスが皆さんにもちろんありますので、はい、1位目指して頑張っていただきましょう。はい、それでは続いては実際に NBA2K22 を使っていただいて3人には 3on3 をこれからプレイしていただきたいと思います。パスしないとか出てくる。はい、渡辺ちゃん、一回無理それ見て、何やってんすか。誰か渡辺さんに優しくして。あ、そう、それそれ、あ、惜しい惜しい。え、打ってたら 0.5 点入るんですか。そういうのないです。これ、こういうゲームだっけ。好きなやつほど強くなる。さあ、ゲームを始めよう。 NBA 2K22 絶賛発売中。